はい、皆さんおはようございます。鼻声なんですけどね、ご理解ください。10月25日、今日も朝から家の周りをぐるぐるしております。ちょっと冷えてますね。はい、今日もテンション上げていきましょう。今日でしか見られないもの、なんか探していきましょう。こんな感じでまだ掛け干ししてるところまだあります。のどかな風景ですわ。ちょっと癖がある猫じゃらしみたいな。ちっちゃい頃はこれで遊んでたんですけどね、今見るとちょっと気持ち悪いですね。針葉樹林恐怖症の私にはちょっときついですね。なんかもや出てきました、もやが。うわ、これ撮りたいけどちょっとどうなんだろう。これはね、レンズが100ミリマクロだとしんどいかな。100ミリマクロはしんどいかもしれない。多分きつい。掛け干しをもやと一緒に撮ってみました。もやは、ね、いつどこで出るかわからないので、もう出た時に瞬時に構えて撮るしかないかな。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルはアマチュアカメラマンバークによる撮影ブログチャンネルです。これからもいろんな撮影にチャレンジします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。